どうしてたんだ？ なん今て。日ね、今日ね。どうも、こんばんは。ありがとうございます。始まりました、あきこの部屋プレミアムへようこそ。イエーイ。こちらの番組はひろゆき塾の提供でお送りしております。はい。やっぱ硬いなと思って硬いなって思ったんですか？硬かった。あ、そうなんですか？硬いのとちょっと仲良くして、硬いのと僕の顔色が悪すぎて言って笑ってました。こいつ大丈夫かって言って、めちゃめちゃ顔色どうした？大丈夫大丈夫ですか？あの髪型もなんかちょっと、もう身長伸ばしてます。いや、この分ね、もっさりした分で、すぐだってすぐペタってやってくださいよ。ほら、すごくない？すごいモリモリですよ。もっさりチャリ1時間かけてきて、こんなにいろいろあったんでしょうね。1時間かけてきたらこんな顔色になるんですね。大丈夫かこいつ、ね、本当に。はいね、あのよろしいですかね、はい、とりあえず自己紹介させていただきます。あきこママのママの新車あきこでございます。よろしくお願いします。はい、コメンテーター、ヒロー久村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日のゲストさんが、サメ女優の朝日桃香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエイ。あ、なんかすごい武器出てきた。やばい。なんかもらったんです。あの多分世界一使わないこの伸びるで、何にも使う、ほぼ何にも噛む力ないっていう。いいんじゃないですか。しかもさ、ちょっと顔がさ、独特の顔してるよね。これ何ザメなんですか？これは多分三温泉が入っているので、ホオジロザメなんです。すごい、めっちゃサメ女優。嘘だよ、全然わかんないよ。もう一個ありません？なんか名前の横に。あ、サメニャンです、うん、これサメニャン。サメニャン、かわいいと思って、はい、めっちゃかわいい。モフサンドさんから出ております。全部中国語でよくわかんないんですけど、すごいかわいいキャラクターです。いただき物です。ありがとうございます。なんかあの打ち合わせの時に、はい、あのテーブルに置くものとかないですかってスタッフさんがすごい一生懸命聞いてくださってたんですけど、ね、今日新人のスタッフさんがすごい、ないですって言っていっぱいあった。山ほどありますよ。本当にすごい。パチパチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。はい、久しぶりにね、オープニング曲で、はい、大島美吹のヴィーナスを流させていただいております。はい、こちらもミュージックビデオが YouTube に上がってたりとかしますので、ぜひぜひあのヒロインミュージックの YouTube チェックしてみてください、はい、よろしくお願いします。顔色戻ってきました？いや、なんかね、ちょっとずつ元気になってきた気がしますわ。だ、さっき何やったの？真っ白やったから。あの風に吹かれて、そう、あのこうなったヒロさんがね、そうあのやってきたじゃないですか、5分前ね、はい、5分前にね。で、4分前から歯磨き始めたじゃないですか、はい、いや、ほんまに寝起きなんかと思って。いや、ほんま、僕もね、びっくりして歯磨いて顔見た時、俺今からテレビっていうか、その今から番組出んのと思って、ね、人前出る人の顔じゃない、人前出る人間の顔じゃなかった。そう、この私だからヒロさん来た時に大丈夫ですかって言いましたよね。言いました。で、僕はもうそれも聞き取れてなかった。なんか大丈夫で、なんか言ってはるなっていう、なんか言ってはるなってなんや、ちゃんと聞いてくれよ。ええ、まあ大丈夫です、元気です。よかったよかった。はい、今日なんかね、こちら鳥越神社っていうところが近くにあるんですけれども、お祭りがね、すごい賑やかで、すごいですね、ずっとですね、ここ毎年すごいんですけど、なんか今年特にすごいなってやっぱり思います。去年も経験してるんですか？去年も一昨年も、はい、やってたんですけど、やっぱりちょっとコロナ禍で、あれかな、あのなんかちょっと規模縮小というかでやっていらしたの、今回完全体ですね、かもしれないですね。すごい人っすよね、マジで、なんかすごい人だっては聞いてました。三社祭りって有名なね、今って聞こえます？祭りの音、意外と大丈夫ですか？今意外と大丈夫なんかな、まあ、でもこれ、やっぱあのこれ、この素晴らしい防音設備のおかげでなんじゃないですか。あ、でもちょい聞こえるか、ちょいちょい聞こえるか、全然もしあれやったら僕静かにせって言うてくるんで。ほんまか、あ、ほんまか、じゃあ青白いやついっても無視されておしまいでしょ、もう。見えてないって思うんだ。確かに幽霊や思われてる。すごい羨ましいな、祭り。ええー、な、セブンイレブン行きました？
あ、行きました。近くのセブンイレブン。あ、奥側のですか、うん、あ、いやいや、こそすぐそこ の。あ、もう諦めましたですよね。めちゃくちゃこう、こう回らんと。あ、かすかにね、お祭りの音聞こえてる、ね、聞こえてる。あそこのセブンイレブンやばいですか今。え、セブンイレブン、あの列が、まずトイレの列が入り口からはみ出るぐらいあって、レジの列 もうこんな一瞬ぐるー回ってですよね。すごかった。クリ、あの朝日のビール、うん、クリクリアサヒかと思ったけど、クリアサヒじゃない方、普通の銀色のアサヒの方が、うん、はいはい、スーパードライね。そう、スーパードライが、ね、そうそうそう、ね、ヤクザみたいな量、ね、もういかがいかがいっぱいいっぱい置いてあった。すごいな。お弁当コーナーとかなくなって始まって5分でどんな表現。あ、そんな、あ、なんかそうか、それで発注してるってことですね。その量、そうそうそう、店員さんが一生品出ししてて、うん、売れるんでしょうね、うん、すごかったね。後で行ってみようかな。なんかこれあれでしょ、夜通しやるらしいっすね。いやー、すごい、すごいっすよね。なんかさすがになんじゃないんですかね、うん、今でも多分あの何人か休んでましたもん、僕チャリで来た時、まあ、多分、うんうんうん、でもおみこしのなんか時間終わったん、今一旦、そうなん、今なるほど、ちょっと休憩っぽくないですか。確かに ちょっと私しか見えてないかね。そうですよね、音は落ち着いた気しますけど、うん、そうそうそう、なんで今日はね、祭りの音も、ね、はい、聞きながら楽しんでもらえれば、いい、ね、うん、はい、皆さんにもお送りしたいと思います。はい、はい、で、なんで拍手よ私。いや、いい、釣られましたよ、ね、ゲスト釣られてましたよ、ね。いや、なんで乗らへんので、ね、逆にね、逆に僕が2対1ですよ。そうか、そりゃそうや、そうや、ゲストいるんやわ。2対1や。そう、オープニングトークから、そう、これちょっと言った方がいいんじゃないですか。オープニングトークからなんでゲストさんに出ていただいてましたかと言いますと、なんででしたっけ、はい、あの、僕が遅刻しそうやったから。なんかちょっと迷惑かけてる気するな。最初から女は強いからね。女強い、ほんまに。そう、僕がギリギリ遅れるそうっていうのを連絡した結果、ほな一人ではママできへんから。どういう言い方それ。一人でできない。一番悪い言い方選んだ。一人でできます？一人でできるかはやってみないとわからないです。もうカカ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 。YouTube もあるじゃないですかこれね。YouTube なんか撮り直し何面でもできるんですよ。それのオープニングでもガチガチで。ってもう一回やってあかんかったらまたやればって思って。何をな緊張すること。水も飲むのもうないでしょ、水ほぼ。まだ半分あります。いや、今日はだってあの、ま、こっちも今日ここに来るまでにも動いてますからね。あ、そうなんですか。寝起きできた人と違うですわ。ほんまに仲良しや。そう、仲良しせんと、仲良しや。もうゲストに仲裁してもらうのやかんも。ほんとこれだけ聞いてたいですもん、ね、私は。いやいやいや、朝日さん言ってもらわんと思う。朝日さん、ほんまに朝日さんやって、これもみんな分書いてくれて、そう、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。ちょっと今日可愛く書きたかったんですよ。ちょっとだけ丸文字っぽくて、だいぶ可愛いでしょこれ。だいぶ可愛い、はい、ね、ありがとう。本当はここになんかこう、あの肩書き書こうかなと思って、ちょっと下寄せになっちゃったんですけど、あれ肩書きはなんか、あの、アキコがいいって言うから。なあ、おい、いや、もう遅れてくるからですよ。もう、いや、書いてほしいでしょ、だって絶対書いてほしかったやん。絶対書くスペースですよ。ちょっといろいろね、なんか写真とか撮ってたら、それ聞くの忘れてました。サメ女優でもいいですよ、僕も。本当ですか。何も書いていただければ。サメ女優2で、ね、2でも。やだん。ライバル。一人の方がいいですね。はい、まあそういうわけでね、はい、ヒロさんがもし、はいはい、あの、ちょっとお祭りの状況で、道路状況も分からなかったんで、いつも自転車でね、あの、来られるんで。うん、ごめんなさい、今日僕もね、珍しく水持ち込んだんですよ。普段全く持ち込まないんですけど、まあ、これから暑いですから。そう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 。大丈夫ですね。熱中症になっちゃうから。いや、もうなんか、でも梅雨はそんなにね、もうちょっとしたら入るかもっていうね、まだですよね。ね、でもなんかいきなりゲリラ豪雨、うんうん、そう、多いっす、最近、ね、降ったりとかで、うんうん、月曜はあれ、ね、ここ最近の私の、うん、あの兆候、私の兆候じゃない、私調べの天気の兆候あるんですけど、はいはい、何ですか、聞きます。あ、ぜひ。はい、もう聞かない選択肢ないですよね。まあ、僕は朝日さんが聞かないって言ったら聞かないって言いましたけど、ぜひって言うたから、もう僕もはい、聞きます。梅雨入りしましたっていう、はい、ありがとうございます、はい、梅雨入りしましたっていう宣言あるじゃないですか、はいはいはい、あれの前に、はい、がっつり降るんですよ、梅雨入り宣言の前に、梅雨入りの前に、はい、梅雨みたいに毎日のように雨がザー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 降って、はいはいはい、梅雨入りの前に、梅雨入りの前に、はい、で
取り損ねた。あ、でもこれ使える。使える、あ、使えるやん。こういうことだ。あ、ごめんなさい。こういうことですね。すごい、すごい。はい、すみません。ちょっと変して。使えるやん。はい。つ、ね、そのそう、梅雨、ね、うん、梅雨。朝日さんの持ち方が拳銃なんですよ、マジで。このだってこれ、拳銃持ちしかできないでしょ、これ。持ったら分かるで、これは。いや、梅雨の話聞きたい。梅雨の話聞きたい。梅雨の話聞きたい。聞かして。聞かして。いや、みんな気になっちゃうから。そう。ケイちゃんさん、ありがとうございます。梅雨の話、ケイちゃん、ありがとう。ありがとうございます。ね。ももちゃん、こんばんは。今日は宿泊先のホテルから楽しく聞いてます。 T シャツ欲しいっす。ありがとうございます。これ今日仕入れたての、めっちゃいい T シャツ、仕入れたての裏路地 T シャツっていう、これが朝日ももかになってます。あ、初期、はい、いやすごい、ありがとうございます。かっこいい。ぜひ3500円でネットで買います。あら、いいですね。イベントでも買います。あら、ぜひ皆さんよろしくお願いします。階段イベントの方で、はい、はい、階段も得意なんですか。あ、まあ、得意というか、まあ、ちょっとかじってる階段で、サメ女優、階段女優も書いとこうな今度な。確かにめっちゃ武器あるやん。いやいや、この間の ありがとうございます、すごい、あのヒロ奥村さんのあの話ほどではないんですけど、うん、あのちょこちょこ、この間のなんかトンネルだっけ、なんか靴、あ、靴の話、はい、そう、え、何それ、あれ、あ、でもどこでしました。え、でもここでしましたっけ。あ、そう、ここでしたんか、こういう話。でもアキコプレミアムじゃないかも。一個怖い話になってやから、別のやつで、別の鳥越のやつで、怖い話したんですか。一個だけある、めちゃくちゃ怖い武器をお持ちなんです。一本だけあるんですよ、怖い話、うん、あ、やめときましょう。やめときましょう。そうなんや、芸人ってみんなね、一個ぐらい持ってんすよ。いや、すごい、あの話の完成度、いやいやいや、まあ、戦えるレベルの実体験ですから、すごいです。ここじゃないですね、アキコママいなかったです。そうですね、そうですね、別のやつで。なんや、よそで回ってんのね、あなた方。まあ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 、やらしいみたいに言わないです。まあ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 じゃないのよ。なんかあったみたいになるから。コメントご紹介、続きに、続いてです、うん、はい、続けてコメントご紹介させていただきます。ミヤピさん、ありがとうございます。 お祭りが夜通しなら番組も夜通しやりましょう。おママ頑張れ。番組の枠も考慮しなければなりません。確かに何個もやらなあかんかですよ、いろんな人に謝らんとあかん、ね、うん、だから、あの、この後来る人とかにも、うん、すいません、ちょっとか枠今日購入させてください、お願いします、帰ってくださいって、帰ってください、すいません、せっかく来たのに。一緒にやるんじゃないや、ねえねえ、乗っ取らなあかんの、ね、それはそれはもうその気持ちでね。いいわ、強いわ。はい、はい、鈴木忍さん、はい、あ、この方ね、 お祭り男ですよ。多分宮入りしてると思います。宮入りっていうことを私初めて、今のね、状況がね、うん、聞いたけど、おみこしが多分神社の中に入ってるとか、そういう話なのかな、まあ、ありがとうございます、情報をね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ただなんか、あの、またなんやろ、8時頃はめっちゃ音大きくなってますよ。そう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 、8時頃はちょっと静かやったんやけど、うん、休憩かなって思ったけど、今は結構また盛り上がってきてね、盛り上がってきてますね、うん、いい感じ。いい、はーい、今の祭りですか。祭りです。今救急車のサイレンとかじゃない。柳沢慎吾さんのやつです。確かに、確かに、お祭りのイメージないっす。うーでしょ、これキラキラやん。ありがとうございます。こんな写真付きでね、あら、ありがとうございます。あら、楽しそう。あら、みやくちゃん、ありがとうございます。楽しそう、楽しそう、嬉しいです。スクショ、はい、あと、アズパン FM とつけてね、ポストしていただきますと、はい、私たちが番組放送中にコメント紹介させていただきます、ね、やっぱ見てる人がいるっていうのが分かるとね、やる気も出ますから。そうそうですよ、皆さんよろしくお願いします。いいこと言う。そう、もうだからね、今日はもう番組最初から朝日ももかちゃんにも登場していただきまして、しいです、ね、ゲストさんいつもあの呼び込み形式が多いんですけれども ね、はい、はい、これからあのももかちゃんの紹介もしていこうと思いますので、すいません、みんな最近なんかいろんな活動されてる。確かになんかいっぱいいろいろ見ますよ。上手、広げ方が本当に。え？どう見ても下手やったやろ今。いやいや、上手でしたよ。いやもういや、いや上手でした。広さんのやつはちょっとわからへん。いや、ママちょっとママこんな馬なったんやと思ってたけど。MC 力がね、いろんなところでやってはるから。うん。
どうもありがとうございます。もうどうしたらいいかわからないわ。いやほんまにほんまに、でもそうですよね、うん、実際だって今階段の話もあって、うん、でもちろんサメ女優もあって、はい、で舞台もあって、あらありがとうございます。めちゃくちゃオールマイティーにいろんな活動されてて、いやありがとうございます。いいですね。先日の舞台見に行かせていただいて、はい、はい、ちょうど先週日曜日にあの、うん、舞台下船の夢というものが終演いたしまして、お疲れ様でございました。ありがとうございました。本当に4役でしたっけ。4役やって、はい、歌って踊るっていう、うわ大変すごっ。はい、楽しかったですけども、ね、なんか明治初期のお話で和装とかが多かったんですけど、うん、はいはいはい、あの遊女の役とか、うん、もう本当にこう紳士淑女のちゃんとお着物を着てみたいなところもやって、そこから着物にはまりまして、うん、なんかあの今日から着物のお稽古に行ってて、ね、着付けのなんか行ってきてるみたいな、着付け講師を今目指してます、はい、ちょっと、すごい、着れるように自分で。みんなで浴衣着よう。今日どうでした？あ、今日はちょっとあの襦袢の着方がもうそもそも着物の下になんか下着みたいなの着るんですけど、その着方からちょっとちゃんと教わりまして、あのなんか左を上に結ぶんだよとか、なんかそういう細かいところから、ね、下に着るやつも上その左に今ちゃんとあるんですね。あ、そうですね。右前左前とかで腰紐っていうその結ぶ紐の位置とか、はい、その結び方もあるんですよ。ダマに私ちょっと着たりするんで。さすが京都女優。すごい。そう、あの昔そう映画村で働いてたことがある。そうそうそう。でなんかダマになると苦しくなって痛くなるよっていうのでね、あのなんか位置をちゃんと結ぶ位置とか結び方、ちゃんと苦しくないようにっていうのをね、教えてくれるっていうことですか。そう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 。あら写真も。あ、すごい、ありがとうございます。なんて有能なの鳥小屋ズリーフィルさんって。ありがとうございます。着替えた回数8回って書いてますよ、はい、あ、そうなんですよ。 8? はい、すごい。カーテンコールとか含めたら確かに8回ぐらいありまして、いろいろと楽しかったです。すごい、はい、あのじきじき DVD 化もしますので、ぜひあのこちらもお見逃しなく。じきじき近々じゃなくてじきじき、いいんですよそんな、一緒じゃないですか。どこ食いついてんねん。初めて聞く日本語やったと思って、しかも直々って聞くときのなんか違うやつで今聞いたから。直々って他あります？直々に言うだよね、ほんと。直に言うみたいな。直に言うみたいな。近々です。近々です。言いたかったのは近々です。いいね、どっちでも読めるから。直々って読んでもいいし別に。本当にこの人は本当に何なの、計算なのって思ったけど違うわけでしょ。めちゃくちゃ本気で直々って言いにくい直々。素敵だわ。見てる人、着替え8回ってとんでもなく大変ですからね。ね。ね。2時間10分ぐらいの公演でしたかね。2時間の間に8回着替えるって、しかもね和装で ね面白いですよ。面白かったです。なかなかなくて、うん、いやあの見てても面白かったです、うん、いやもう添えていただけるのが本当に絵も変わりますもんね、コロコロね。そう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 、それすごいな。あのまた出てきた、出てきたで、うん、違うから、あのそう、ね、違うから、全部違 う、ももちゃんが出てくるから。あ、すごい。でも分かるもんなんですか？分かる分かる。すごい。分かる。あ、嬉しい。ももちゃん出てきたな、分かるよ。すごい、ありがとうございます。うん、はい、分かります。はい。今僕にボール来ることあります？いやなんか びっくりしました。二人で盛り上がっちゃったから、二人で盛り上がってたんで、ごめんごめんってなっちゃいました。優しい、もうゲストがバランス取ってくれるなんて、いやいやいや、すごい、もうすいませんすいません。ポンコツの友達は有能な人がね、いやルイ友ですよ。なんでちょっと私もポンコツなんで、ちょっとあの広奥村さんに引き締めていただく。何おっしゃるの、もう僕はもう実は同い年で、そうなんですね、朝井萌ちゃんと、はい、あの舞台のね共演がきっかけで、はい、何年ぐらいの付き合いなんですか？3年ぐらい。中止になる前が初めまして、うん、うん、中止、あの一回コロナでね、そう半年ぐらい伸びたんですよ、うん、あ、舞台自体が。そうなんです。でもまだ知り合ってから2年ぐらいかも。あ、そうなんですか、そんなもんなんですね、うん、はい、ありがとうございます。わあ、わあ、すごいすごいすごい。あ、これがその祭りですか？またちゃうやつか。いや、これは鳥越じゃないね。ちゃうな。なんかお祭りでもなんか今やってるんだね。しのぶさんの写真ですね。しのぶさんがここにいます、ね、あ、すごい出してくれてる、はい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 、ありがとうございます。すごい。ママ行けるようならお芝居行きます。素敵なママありがとうございます。久しぶりになんかこの素敵いじりのね素敵いじりありがとうございます。しのぶさんがこれおみこしやってるってこと、うん、そう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 。あら、
あ、この方、あら、しのぶさん。はい、あのね、暑いんでね、気をつけて、うん、あの確かにね、みこし、お祭り楽しんでください。楽しんでください。はい、楽しみにしてください。いいですね。そう、だから2年くらい前に舞台の共演でお知り合いになって、はい、そこからなんか、はい、あれよあれよっていう。最初は私もあの、もともと昔グラビアとかもやってたんですかね、はい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 、でなんかあの普通の舞台女優さんやと思って、うん、あの普通にお友達になったら、うん、なんかそう、あの何の変哲もないっていう意味ね、はい、それもそれ、いやそれもそれ言い直してまたちゃうってことありますなんて言ったらいいやろ。でも専門のね、専門舞台専門の、そういうわけじゃないか。そう、でもなんかまあいろんなことにチャレンジして、うん、なんかその頃に映像編集にハマっててみたいなことを自己紹介で、でもできるな、ももちゃんが言ってて、はい、あ、そうなんやとか思ってたら、なんか心霊 YouTube 出た、はいはい、の方どうぞ、そう力入れてたりとか、うん、かと思ったらあのサメ映画の ねサメ女優になって、はい、いつの間にやらね、はい、もう私の知ってるももちゃんはいずこっていうくらいもう結構変貌を遂げて感じは変貌しちゃいましたね、はい、最近ね、得意なのが多いのはいいことですからね、マジで。今だからやってるのはサメそうですね、怪談、怪談心霊、ね、舞台映像、舞台、あと編集とか SNS 関連とか、編集もすごいな、やってますね。ママなんかやんないですか、なんかそういう特化するというか、何が得意ですか。私、あ、得意なことを言っていいんですか。それはもちろんぜひ。私実は、うん、和楽器ちょっと弾けたりとか、和楽器、日本舞踊、さすが、ちょっと、まあ、ちょっとずつですよ。いや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 、みんなちょっともできないですから。日本舞踊ちょっとできたりとか、うん、あと最近舞台で2月に披露したんですけど、うん、側転できますし、順番おかしないですか確かにね、和楽器、怖いね、和楽器日本舞踊側転はちょっとできるかって思いましたバトリングとかバイオリンとか、すごいとかピアノ、あ、すごいとか、ちょっとずつ、ちょっとずつ、マジでそのラインナップ側転入れなくていいですよ、うんじゃないですよね。みんなできる、みんなできる？いや、そのできる、小学校の時とかやってた気はするんですけど、はいはいはい、30いくつのおじさんになってできます？いや、じゃあそのすごさじゃないでしょ今。あ、そっか。そう、みんな、みんなやったことあるとか、こんなことできんののすごさじゃないですか。うん、今この年で側転できるとか云々の話じゃないでしょだって。え、でもちょっと舞台で結構ちゃんとやったんですね。あ、だからその側転、でも確かに側転が綺麗はおもろいかもしれないですよね。うん、側転女優でいいじゃないですか。そう、あ、側転女優、じゃあ今度ね、ここに。いや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 、バイオリン女優にしましょうよそこは。側転よりちょっと、側転ちょっと、ねえ、バイオリン女優やと、そのなんとなく絵はイメージできるじゃないですか。側転女優で聞いて絵イメージできないじゃないですか。でもなんか、え、側転で出てくんのこの人って、ね、ワクワクしますよ。側転女優という言葉はもう唯一無二から、怖いね、すごいですね。側転で出てきたら怖いよね。いや、怖いですよ。で、何事もなかったからに始まるわけでしょ。え、怖い怖い怖い、なんで側転やったんやろうって。ええけどな、面白いけどな。そんななんかコメディタッチのね、コメディタッチの側転ね、はいはいはい、まあ、そうですね、まあ、ちょっと笑いが強すぎたかもしれないですね強すぎたかも。なんかちょっといろいろ習い事させてもらってた関係でね、うん、そうなんですよね、実は得意なこと、すごい、意外とは出していった方がいいですよ、絶対、意外とあったっていう、めちゃくちゃ出していった方がいいですよ、うん、すごいな。え、あ、まだこんな、こんな武器まだ持ってるんですか、ちょっと。そうなのよ。え、朝井さんすごっ。 あ、国語教師の資格、マジですごっ、所持の朝井桃花さん、めっちゃ羨ましい。もうあのサメ君で挟んでることによって読めてないからねまあでも、え、国語教師もすげえ、すごい、はい、中高の国語科の 教員免許を持っております。そしてあの女優さん始める前の前職が銀行員やっておりましたどれか欲しいな。いや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 、経歴銀行欲しい。でも本当にね、名前ばかりで、いや、すごいポンコツなんですよ。もうこれポンコツって言って怒られますよ。いや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 、こんだけできる人がもうポンコツすぎてこう辞めたっていうのはあるんで。いやいやいや、ポンコツの人でなれないですか、まず辞める前になれないんでね。すごいな。い
や国語教師いいな、羨ましいな、うん、でも広奥村さんね、うん、ハーバード大学出てそうですよ ね、 ね、それ、うん、もう朝日さんが適当に言うたやつや適当言わないで、適当言わないで心からですよ、心から言うか、これこんな青白いハーバード青白そうか、ハーバードはハーバードは青白そうやな、今日着てきたシャツも相まってちょっとハーバードそうだよ、ね、そうなんかね、オレンジのストライプの、ね、ライプのアメリカの子供みたいなシャツ着てきたからそれで言われたんか、なんでハーバードって言ったんだっけ、 なんかあれちゃいますね、そこたどるんや、ネタなんか何でもいいっしょみたいな、そうだ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 、そうそうそう、適応能力、対応能力が高すぎて、ね、いつもコントさせてもらってますけど、今日はもうね外でピッ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 聞こえて、うん、そんなネタはないってなって、さすがに、うん、だもう違うことやりますって、はい、話しますわって言いまして、うん、そしたらハーバード出てるんですか適当ですね、酔っ払ってるから適当ですね、酔ってはるんかなって思います、すごかった、違います、ええー、ママ今日は段取りは大丈夫ですか、今のところ、はい、あの、はい、確認したらちょっとびっくりしちゃうじゃない、どういうこと確認されたらびっくりしちゃうじゃない、ちょっとまだだってももちゃん、朝日ももかさんのね、じゃあちょっとそこに仕込んでたんですか、はい、上に置いといていいですのに、はい、ちょっとすごい国語のね先生ってのが僕一番、僕国語好きなんですよ、うん、その高校時代も受験科目が一番国語が得意で、はい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 、それでも先生ってもその得意のレベルじゃないじゃないですか、いやでもだってこれ教員免許はもうあの大学の単位を取得して教育実習さえ行ったら誰でも取れちゃうんですよ、いや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 、そこから試験に合格するっていうのがねまた大変ですけど、あなんで国語やったんですか、私も一番国語が得意だったんですよ、うん、全教科の中でどれが国語の中でも古語ですね、あ、はい、古文紫式部ら辺が好きですね、じゃあ今いいですねドラマとかもね、あさすが、ね、見てないのかな言わないでよ今一瞬見てない感じがする、今一瞬で広げんなって分かりましたさっと次行こうと思いました自分も広げられへんし、そう多分誰も見てないなって思った、誰も見てない誰も見てない、やってることだけ知ってる、そう危ない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 、国語の教員免許を取って文系なのに銀行員っていうのがまた、うん、そう確かに、ね、なんで数字に強いのかな、銀行員はもうほぼ文系ですよ、はい、そうなんや、 99.9% 文系の人で、まあ、あのその経済とか経営学とか、はいはい、なんかそういうのやってる人は多々いると思うんですけど、はい、私はでもなんか一般職って言ってあの窓口とか事務系がほぼメインのお仕事だったんで、どれぐらい働いてらっしゃったんですか、5年間働いてました、5年働いてたらすごいですよ、新卒で入って、すごい、やいやいやいや、まあでもなんとなく一通りは学んだかなと、いやー偉、はい、偉い一番銀行員らしくない今人が ね、 ね、一番この T シャツ確かに裏路地裏路地って書いて素晴らしい経歴で、うん、でね、あの今もチャレンジをずっと続けているという、ね、着物も初めてね、着付けも、あと歌なんかも最近、あそうですね、こうライブ、そう一番ガラスさんの、はい、1年後に開催するロックバンドのライブでモンカちゃん、はい、あのねソロデビュー果たしましたんで、動画の方お願いします、はい、そう歌もねなんかね、できないことなんじゃない、この歌は作詞したんよね、作詞、はい、作詞も、あすごいよく覚えてますね、そういうのあきこママ、いいえもちろんいい、この曲大好きだから私、一つ目っていう曲でね、一つ目の意味はなんかこう妖怪がモチーフの曲なんですけど、はい、妖怪でなんか一つ目妖怪って書いてあるじゃないますね、その一つ目となんか一個の愛の愛と書いて一つ目愛みたいな、ほう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 、オンリーラブみたいなところがかかっておりまして、私とあの藤子で、はい、あの一緒に作詞をさせていただきました、共同作詞、はい、これ純太さんの生ピアノで ね本当に見てらっしゃいますよ、作曲したのかね純太さん、ありがとうございます。少しだけライブで歌ってた映像を、ね、かっこいい、お届けしまして、作詞もやったり、ね、歌にもチャレンジしたり、なんかもしかしたらオリジナル曲みたいな、はい、そうですね、そうですね、ヒロインミュージックさんに、はい、またあのなんとこのサメ映画新作ラストシャークというものが出るんですけど、うんはいはいはい、そのエンディング曲も2回目の方がひどかったですよ、1回目より2回目の方がわざとわざとですか、わざとよ、2回目牛の曲出ましたよ
牛牛牛の曲出てましたね。サメワニと来て牛も来る。シジョウ笑う。シジョウちょっと。この間牛女やってたよ。確かに。役で。Z カップぐらいのもうビーチボールダンダンってやって。どういうあのちょっとねお話すごかったんですよ。あの物語の、うん、なんていうのあれストーリーがちょっと差別されてきた人たちをフォーカス当てたようなお話だったんですけど、うんうん、その中でね何人間動物園っていう、まあ、偽物小屋の人たちの一人としてちょっとそのキーな人たち、うん、おっぱいが大きいみたいな人が、うんうんうん、あ大丈夫ですかこれおっぱいって言って大丈夫、うんうん、NG なしの放送局なんで大丈夫ですよジェットカップあなるほどそういう、うんぐらいのっていうのをちょっとあの一、うん、つね役でやっておりまして、あじゃあもうちゃんもう牛も抑えてるわけですね。牛牛牛 ね, ね牛もいける。エンディング牛曲をまだ担当してもらってそこもあの来週ぐらいにあの、うん収録があるので、はい、皆様お楽しみに、ね、頑張ってください。はい。そんなサメ女優からまたサメクイズをやりたいなと。そうやあったそういうコーナー忘れてたサメ女優といえばちょっとサメクイズかなと思ってちょっとだけ用意してきたんですけれどもはいまたカンペを見るのでみんな横は見ないでくださいそうなんですねいつもそうなんですよ今日言ってくれてよかったよちゃんとこうやってもらっていつもさこれでさチラってあのそうそうそう全然カンニングするつもりじゃなく見えちゃうんですよそうそうあの普通に見始めるから僕らも何って思って見るんすよねそうほなああクイズ答え見えちゃったから私なんか前さあ、はい、何絶対当てよう、今回ですねラストシャークにちなみまして、はいサメ VS ワニなんですけど、はい、サメとワニどっちが強いのかみたいなクイズをさせていただこうと思いますサメとワニどっちが強いのか、はい、どういうこと、まず第1問お何問かある、はいサメとワニどっちが強いのかでまずは噛む力対決なんですけれどもあむず、ワニは、うん噛む力が2トンと言われていますが、はい、聞いたことありますサメは聞いたことあるのどれくらいの噛む力なんでしょうか早押しでお願いいたしますペロン5トンおサメは5トンはい、はい、ファイナルアンサーです、ね、ファイナルアンサーじゃあ紳士さんも言ってみましょうおいいんすかはいじゃあ私サメじゃないじゃんワニの方が強いと思うから、はい、サメの噛む力は300キロおお、なるほどそんなに広く村さんはワニよりもサメの方が強い5トン5トンで紳士ちゃんはサメの方が弱い、うん、300キロえだいぶ違うキロで大丈夫ですか大丈夫です2トンですよワニ大丈夫ですトンですよトンでもあれこれママが合ってそうやな今の誘導これ何今のママってそうやなということで正解はどういうことでサメの噛む力は400キロうわー惜しいすごい惜しいアキコママすごいアキコママの方が近かったですねめっちゃすごいやんね結構ニアミスなえなんで知ってました噛む力2トンワニの噛む力2トンは結構有名で、うん、私知ってて、ね、有名なんや知らなかったねなんか動物の中で最大値みたいな聞いたことがあるんですよね、噛む力の2トンはあそうなんや、うんうんうん、かなと思ったけど、うん、あのそうですとも言ってくれないから次行きましょ う, そうあのまあ分かってると思いますけど朝日さんにサメのその先は折ったらダメですよクイズまでやからそれのね噛む力は400キロってことで、ねはい、いやすごい勉強になりましたいや悔しい次当てようじゃあですこれ次第2問最終問題です、はい、あの最終問題で偶数珍しいですよ普通3問ぐらいあるんですよだって1個ずつ正解したら同点で終わる可能性あるということはこれあれでしょ先に 1ポイントやとしても今回何ポイントなんですかこれ取ったら500ポイントなんでな100点かな500も上げる必要あるか絶対勝つぞ2でいいね2で絶対勝つぞ500欲しい2ポイントでいいよ、はいじゃあラスト問題です、はいサメとワニの年間に人を殺す人数怖これねどっちの方が多いのかっていうところを当てていただきたいと思いますおどっちが多いかですね、はい、あじゃあまずそうですねあじゃあ具体的な人数怖いですねクイズ今考えてますじゃあ具体的な人数怖いっちゃいましょう怖なんとワニは年間300人殺しています、はいはいはい、ワニで300人亡くなってるんですね、はい、サメでしょ、はい、でライオンはちなみに200人ライオンでもそんなあんねや、
はい、ではサメは何人でしょう。サメの方が多いと思うから僕は、うん、ごめんなさい攻めません。お、まあね、本当にね今サメって結構どこにでもあるし、そのサメの種類も結構ねあるんで、やっぱワニよりもだいぶ幅が広いということで、そこがどう出るのかという。外れでそう。いや、はい、じゃあ、うん、ちょっと私いいですか。はい、はい、いや私も多いと思うんですよ。あ、はい、ますか。サメの方が殺す人数多いと思う、はい、なぜならば、ワニとかライオンっていうのは人に会う機会がそもそもアマゾンだったりね、うん、サバンナだったり、うん、人間に会う機会が少ないから、はい、人を殺す機会は少ない、うん、でサメは海やから、うん、海でサメに出会って殺されちゃう人っていうのはきっと結構多いはず、うん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 、でもな、千いったとしたら、じゃあもうあとは数字の戦いでしょ。そうです。どうしようかな、800で。おうわってことは、ワニが300人、はい、サメが1000人、もしくは800人のどっちかということですね。どっちもサメの方が多い予想。ドゥルルルルルン、サメは10人。え、全然やん。一応すいません、あのネットの情報なんですけれども、一応ネットをなこう結構調べましたら、うん、サメは10人ということでした。いやめっちゃいい問題、びっくりですよね、サメの方が殺してそうやん。ね、殺してそう。でもやっぱワニくんは結構人に会う機会が意外と多いんですよ。多いや、ジャングルとか。そうなんや。そのアフリカとかそういうところで。サメの方がないんや。うん、面白い。いいクイズ。はい、ありがとうございます。勝ったー。おめでとうございます。すごいすごい。全問、まあ、全問ほぼ正解。800人で勝ちでいいんですか。10ですよ答え。800で果たして勝ちでいいんですか。でも0ポイントですよね。はい、僕は大外れの0です。まあまあ501ポイントです。乾杯。はい、皆さん何ポイントでしたか。500ポイントもらった。すごい、めっちゃいい問題やったな。ありがとうございました。以上、サメ女優によるサメクイズでございました。はいはい、はい、素晴らしい。素晴らしいですね。素晴らしい、めっちゃいいな。こんな白熱してちゃんと考えてもらえるとめっちゃ嬉しいね。いい問題だったからですよ。問題自体が、うん、よかった。ちゃんと考察したのにちゃんと外したし、ね、そうだから、あのママがだいぶ長く喋ってたの恥ずかしいですよ。めっちゃ恥ずかしい。いや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 、でも買ったから大丈夫。悔しい。ほんまに、800っつって10やけどな答え。俺負け。あれ何って言ったんでしたっけ。1000。負けや負け。1000って言って負けやそら。ちょっとこれ気になりますよね。はい、来てますよ。みやぴさんから。はい、前天の森光子さんか、側天の新社機構か。ちょっとこれ、80まで側天してたら最高っすよマジで。本当にそう。側天はもしかしたら80までできるかもしれない。マジで言ってます。はい。なんで？なんで？そんぐらい、幼少期に練習したんですよ、めちゃくちゃ。機械体操部とかなんかそういうわけじゃない。バトントワリングやってた時に、あのバトン投げて側転するっていう、してキャッチみたいな、そうそう、技があるんですけど、もともとなんか側転好きで、やって、もう本当にだからなんかもう、永遠に側転してたんですよ、ちっちゃい時は。道路とかでやるやん子供って。すごいな。すごいわ。あ、それはほんまに特技ですわ。やってました、ね、だからなんか舞台でね、森光子さんみたいにね、延々とそのシーンがある舞台をずっとやり続ければ、どっかでもすごい人いるってなりますから、ただまあでも30超えて舞台でやったら、まあ結構きついなとは思ったんで、はい、森光子さんの前転、あの5年齢までやったのはマジですごいことですね、だからもう追い越すぐらいの気持ちで側転の新車飛行、はい、目指して。うわ、めっちゃええやん。いや、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。ゴロもめっちゃいい。前転の森光子が側転の新車飛行か。ええー、な。これ見た瞬間めっちゃ笑っちゃったんだよ。もうめっちゃええわ。名前に言いたいと思って、名前に子供の子ついててよかったって生まれて初めて思った。だって光子も入ってますしね。そうそうそう、ちょうどね、ジジイも光も入ってますし、ね、ああ、いや、ほんまや、ちょっと光子やもん。じゃ確かに、ちょっと光子やもんな。ちょっと光子やもん。はい、そんね、そんな感じでね、はい、今日広奥村さんネタではなく、いや、ネタでもいいっすよ、多分今どっちでもいけそうっすよ。どっちがいいですか。いや、もう、いや、
どうし、どっち、もう10分ですもんね。そう、なんかね、あのいつもネタ、ネタタイムね、あのいつもいただいてる。あ、じゃあちょっと、いや、そうですね、ネタじゃない方で、いや、はい、あの、やった、大変やった話なんですけど、大変やった話、大変やった話なんですけど、あ、これ先ねよく拾ってくるな、ミヤピー、ミヤピー、すごいすごいそう、配信でこうどうやったらこう、うん、これができるかっていうのを、あ、お太鼓ね、着物のね、あ、そう、あ、違うね、そう、ちゃんとこの Z カップね、 Z カップをどうよ、ショールーム、いや、ちょっとこの映さないくらい恥ずかしい、どんな顔なんすかあれめっちゃ切り抜かれてる嫌な時の顔です、ね、ありがとうございます、みやぴさん、拾っていただいてありがとうございます、はい、芸人ってまあ金ないんですよ、大変だった話、はいはいはい、うん、大変だった話、とにかく金なくて、はいはいはい、で僕、10年ぐらい前なんですけど、はい、究極にない時があって、うん、でシェアハウスをしたんですよ、お、で一緒に住んでたんが、はい、僕その時23とか4とかで、うん、317つ年上の井上さんっていうフリーターのおじさんと僕2人で住んでたんですよ、うん、で、まあ、もともと知り合いやった、はい、で何知り合いですか、芸人をやってたんですよ、ちょっとだけ井上さん、あ、井上さんも芸人さんも、すぐ辞めたんですよ、あ、はい、で僕がね、金なさすぎて、うん、一番上が井上さんやったんで、連絡先の、うん、井上さんに連絡して一緒に住まれへんかって言ったんですよ、おじさんに、うん、すぐいいよって帰ってきて、で井上さんね、どうやら僕が30年以上生きてきて初めての友達だったらしいんですよ、で嬉しくなって井上さんが、うん、井上さん6畳一間なんですよ家、はい、6畳一間で僕が来るってなって何買ってきたと思います、テンション上がって6畳一 間、 まず6畳一間でシェアハウスもやばいんですけどまあ僕もお金なさすぎてしゃあないってなって、で井上さんね、ベッド2つ買ってきた、わかります、6畳一間にベッド、怖い、ベッドって言いたかった、思った2段、2段ちゃいますよ、2つ買ってきたんですよだ、間にね、狭い廊下できるんですよ、井上さん金持ってんな、すごくて、だからもう、うん、全部埋まってベッドで、布団じゃないやん、布団じゃない、ベッド2つで、だからそのテレビ台があったんですよ、もともと井上さんの家には、で行ったら、お前何してんの、ベッドがあって、お前テレビはってあれってさしたらカーテンレールに S 字フックでかかってたすごいです、ね、S 字フックでかかるのテレビって、井上さんちょっとだいぶ抜けてて、いろいろ井上さんね、挨拶ランダムでやるんですよ、え、どういうことですか、家出ていくとき元気よくただいまで出て帰ってくるとき行ってらっしゃいって言うんですよ、ランダムですね、30超えてまだ2分の1外すんですよ、井上さんはなんていう、いろんなもお茶目な、お茶目なで、シンプルなやつやと、井上さんね、黒い服しか持ってないんですよ、はい、なんかおしゃれらしくて本人の、はい、で高い黒い服ばっかで、で井上さん趣味がコナンなんですよ、コナンが大好き、毎年映画見に行くの好きで、でそう、一人見に行ったらざわざわざわざしたらしくて、黒ずくめの本人それ気を良くしたみたいで、気を良くしちゃった、家帰ってきて、おっくんって呼ばれてさ、おっくん俺今日黒ずくめってなんか言われたって、かわいい、よかったねって聞いたんですよ、僕、おな、じゃあお前コードネーム何っつって、うん、ウォッカとかジンとかね、うん、言うかなと思ったら、ちょっと考えて、黒霧島、何でもいいんだけど、もうちょっと洋酒、全員洋酒ベルモットとか、何でお前だけ黒霧島やろ、好きだかな、そんな、そんな井上さんの、ごめんなさい、一番僕が、まあ、びっくりした話なんですけど、すごい掴みはバッチリだ、家帰ったんですよ、はい、ほんなら珍しく井上さんがベッドの上転がりながら本読んでたんですよ、もう我々生活スペースベッドの上しかないですから、うん、で本読んでるの珍しい、まず何、はい、してんのっつったら、英語の勉強してるって言って、奥君これからはグローブの時代やからって、おそらくグローバルの間違いなんですグローブどんな時代にと思ったんですけど、まあまあまあええわ思って、で勉強しててずっとなんかブツブツ言ってて、 This is not my father、 これは私の父親ではあります、お前いつ使うねみたいな英語見て、でもなんかまあええわってじーっと見てたんですよ、んなら井上さんのね、携帯電話に着信があって、はい、で出ようとしたんで僕止めて、誰からって聞いたら、いやバイト先の店長っつって、ココイチでバイトしてたんですけど、はいはいはい、で出ようとしたんで僕も適当なこと思いついて、井上さん英語って本で読んでもしゃあない、実際使ってなんぼやからって言ったんですよで井上さん普通ならアホかって言っておしまいなんですけど、井上さんもうピュアなんで、あ、そうかっつって、えっつって、だから井上さん実際使おう英語で出ようって言ったんですよ、ならもうなんか考えて決心した顔してピッて押して身元持っていて大一声でイフイフって言ったんですよ、すごっってなって、すごっ直訳した、もしもしって言うたこいつと思って、横で僕ゲラゲラ笑ってたら、その後もうすいません、はい、ごめんなさい、はい、いや大丈夫、はい、来週仕事入りますって謝ってて、悪いことしたなと思ったんですけど、やっぱ天才って最後超えてくるんですよ、はいはいはい、すいません、はいはいはい、ソーリーでしたって言って切ったんですよ、すげーと思って井上さんがね、大好きです、僕は大好きですね、今横浜に住んでますね、たまに定期的に、
連絡取ったりしてるんですけど、ね、もう僕の命の恩人ですけど、一番お金ない時に助けてくれた井上さん、いえ、ね、井上さん住まわしてくれなかったら、うん、ただ僕はもう行くとこなかった、こと切れてた、こと切れてた、実家帰ってたかどっちかですから、そう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 、彼2年、マジ2年ぐらい住みましたから、ね、あ、6畳1間で男2人、どうやって男2人ベッド2つ、そう、ね、どうやってっていうのは、ベッドしか出てこない、ベッドがあって、ベッドがあって、キッチンとかお風呂とかあるんですか？キッチンが別のだからあります、キッチンと横にお風呂があります。あ、ご飯もベッドの上とかですか？そう、立ってで、僕は家でだから飯食わないです、僕外で飯食ってました。なるほど。いや、イフイフすごいでしょ、イフイフ最悪で、今書いたら最悪でしたけどね、いや住環境としては、うん、いや、経験でしたよ。すごいわ、井上さんとずっと2年暮らせるっていうのが、そう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 、だからその話すると井上さん変だなって終わるの、終わらずにこっちもだいぶやばいなってなるんですよ、うん、2年が過ぎましたから、うん、ってなっちゃいますよ。でもだからやっぱなんかこの心の広さというか対応能力の高さっていうのはやっぱそういうところからも、まあそうですね、井上さんと2年住んでましたからね、うん、僕だけでしょう、それ許されるのはきっと。井上さん、そんな引き合い出されることあるかっていうぐらいの今も井上さんじゃないところの話ですけど ね、井上さんは今山ほどあるんでね、井上さん、いいですね、いいですよ、井上さんは。ありがとうございました、ヒロさんの命をね、はい、あ、そう、奥の命をね、井上さん、うん、井上さん見てるかありがとう井上さんいやーすごい、 いい話でしたね、心温まる、ね、お祭りがやってたおかげで、あのネタじゃなくてね、こういうエピソードトークっていう形でね、もともとね、こんなんが好きなんでね、僕は、うんうんうん、今日聞けて、いや面白かったありがとうございます、すごいキュッてだいぶまとめましたけど、いや本当に、はい、ちょうど時間内にね、思い出ありますからね、思い出山ほどありますけど、来月はまたね、どんな井上さんが聞けるか今月の井上さんは、マジで何個でもあるわ、そんなすごい、ね、はい、ありがとうございました。はい、というわけでですね、はい、番組の終わりの時間もちょっと近づいてまいりました、ね、あのゆうじさんがね、あっこさんとももさんのセリフの噛む回数はどっちが多い、笑い笑いっていう感じでね、どっちも噛むイメージないですよ。いや、めっちゃ噛んでますよ、ね、さっきからあのなエンディング曲とか、お前噛んでましたねめちゃくちゃ噛むんですよ、噛み噛みです。引き続き、あっこさん、サメ色の服やけど好きなんかな、番組に合わせてるんかな、ゆうじさんからコメントいただきます。これね、私の制服なんでね、うん、それ確かあれでした、スタイリストさんが用意してくれた服でしたっけ。あ、私服ですいや、僕これ、僕もうこれ大好きでこの一生やれるんですよ、このやり取り、これね、これ私服ですから、私服なんです、素晴らしいですよ、マキコママの、あ、すごい、カメラを持ってみて、ね、学生時代でしたっけ、あ、大学3年生ぐらいの時に、ナンバー歩いてたら、うん、これ売ってて、はい、スリーピーススカートと、うんうんうん、このこれとこれで売ってて、うんうん、はい、1000円で買いました。安いでしょ。それが今、大学3年からずっと持ってるって、未だに物持ちもええし、うん、10年以上、ま、あの、さすがにね、私服でこれで歩いたりはしてないですよ。でも何回かしたでしょ、交代やったら。あのね、なんかワンピースとジャケットだけ合わせるとか、うん、スカートだけ衣装で使うとか、え、それはでも買った時点でその予定やったんですか。いや、違うんですよ、可愛 いなと思って買ったの、はい、どこであかんってなったんですかいや、着てみてこれで外歩いたらちょっと恥ずかしいしかもなんか平野ノラさんが流行りだしたんですよ。オーケーワンオリの時代か。そう、え、色、完全に色違いですもんね。いや、そうそうそう、ノラさんの色違いになる。そうってなって、面白い、ちょっと控えましょうって感じになりましたね。大好きなんです、この話が。この話が好きでね。はい、というわけで、はい、はい、ありがとうございます。今回じゃないわ出演舞台のお知らせを少しさせてください、はい、7月の10日から15日上野ストアハウスにて、要はありがとうございます、うん、要は誰が誰のヒーローで英雄なのかとかねという、うん、海賊のように飲む海さんの舞台に新社彦出演させていただきます、うん、4.5 次元舞台っていうね、ちょっと 2.5 は知ってるけど4.5 めっちゃ超えてくる。あのイマーシブシートっていう舞台の中にお客さんが座れる座席を作っちゃうみたいな、はい、体感型のね、うん、はい、
とかがございます、うん、はい、ぜひ、そして7月31日から、8月4日までは舞台一番ガラスがございましたり、7月20日に雪田新一のライブの総合司会としてね、させていただいたりさせていただいたりしますので、はい、というわけでももちゃんのお知らせもありがとうございます。朝日門館6月の5日からこちら主演のラブシャーク、DVD が全国でセル&リリース展開されております。主演映画、すごい、ご覧ください。そしてあのラストシャークという次の新作がですね、7月24日日曜日、東京国際サメ映画祭にて公開されます。はい、サメとワニが戦ってますからね、これね、はい、これです、ゴジラ対キングギドラ的な感じですよね。あ、すごい、そんな感じです。すごいわ。はい、はい、そんな感じです。はい、こちらもサメ映画祭、はい、池袋ヒューマックスシネマズでやります、うん、最後にですね、8月の1日から4日まで私もあの女子だけのミュージカル、ナコテカとルイケというものに出演させていただきます。よろしくお願いします。ヒロクムラさんもあのライブたくさんやられてます。はい、何でもいいんで見に来てください、お願いします。でも本当に MC とあのあれがすごいって言ってました。何の情報もなかったですよ。とにかくすごいです。ヒロクムラさん、はい、頑張ります。はい、はい、本日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。